皆様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。新年一発目のドラゴンクエストトレジャーズは脳筋パーティーでのラスボス討伐やっていきたいと思います。相当早く倒せると思うよ。メンバーはこれ、バルデバラン、ナイトファイラス、サタンジェネラルですね。そして装備ですけども、会心の一撃が出やすいが 40%、 そして会心での強化が 250% を全員につけてます。主人公は、まあ、会心出やすいが3つに、会心強化が6個ですね。こんな感じでやっていきましょう。まあそうね、1分じゃ無理かな。まあとにかく早く倒せるとは思いますので行ってみましょう。行こうではないか。主人公はまずはあれか、バイキルで、ちょっと待って、動きまくるから、あははは、当てにくい。ちょっと待って、誰に当たった？ OK で、あとサタンジェネラル、おい、ちょっと動きがエグすぎてわかんない。 OK じゃあ俺はこの雑魚処理みたいなのをしとけばいいのね。 OK ちょっと雑魚処理早い早い、マヤがやられてる。大丈夫、あとはギンギーラだけ。いや減らすね、減らすね、最初から結構減らしていく。んで3体の像を倒していく。これもまあまあ近づきさえすれば余裕でしょう。あ、ちょっと待って、バルデバランが OK、 おー、バイキルとかかってなかった。どんぐらいの速さだ。俺も一応攻撃には参加するけども、メインはお前たちだ。ちょっと減らすね、減らすね。あ、 MP がない。そうそう、 MP 回復とかは入れてないので、俺が回復してあげないといけないんだよね。 OKOKOK、 バルデバランとサタンジェネラルに打てばいいでしょう。お、どこどこどこ、 OKOKOK、 いいよいいよ。ナイトファイラスはだいぶ MP 高いからね、早いな。ナイトファイラスはね250ぐらい MP あるので、多分回復せずに間に合うんじゃないかな。うん、やっぱ絶技を打つとね、かなり消費が激しいのよね。おお、全員でいけ、減る。あ、終わりだ、早い。でも1分以内とは言わないか、ちょっと難しいね。まあ、ギンギーラも速攻倒してみましょう。こいつ結構 HP もね、防御力も高いので、普通だったらそこそこかかるんだよね。つまりルカに、あ、違う、ルカにを打ってみる。どこどこいる、あ、いたいた、はい、ギンギーラに、はい、ルカに、あ、ミスだ、あ、入んない、入んないね。いいよ、もう絶技でもうボコボコにしちゃって、減るね。もうあと1回ぐらい絶技を打ち込めば終わりじゃない？終わった！早っ！この報酬でさ、ギンギーラのコインが出てくればいいんだけどね。出ないんだよね。それでは皆さん、今年もナオチン TV をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。